当社のしだれです。はい、アクセンチュアで、ヘアアイマガジン続行の編集長田中優子です。お久しぶりです、はい、皆さん。よろしくお願いします。今日ですね、やばいですね。スペシャルジェスト今日はね、ちょっと皆さんドキッとしちゃうかもしれない、みんな知ってるこの人ということで、うん、はい、しだらさんご紹介お願いします。はい、本日はですね、俳優でミュージシャンの窪塚洋介さんにお越しいただきました。お越しいただきました。こんにちは。こんにちは。ようこそ。窪塚洋介ことメル・ギブソンです。おー、メル・ギブソン来た。ハリウッド進出。ハリウッド進出しました。ハリウッド進出おめでとうございます。おめでとうございます。はい、この企画をね、実現した経緯というのがありまして、実はですね、しだらさんが、はい、最近会いたい人誰かいませんかって私聞いたんですね、しだらさんに、うんうん、はい、で、しだらさん幻冬舎でね、いろんな方とお会いされてる方なので、そんな方が今一番会いたい人誰なんだろうって言ったら、 2,3 ヶ月ずっといないって言い続けてたんですよ。誰もいない、誰にも会いたくない、うん、人に会いたくなかったんじゃないですか。なんかね、その何を話せばいいか分かんないなと思いながら、そう、普段こうどなたと話すのがいいのかなとかをずっとなんか考えてたんですよね。このゲストに出ていただける人の候補を出してたんですけど、田中さんばっかりが出して、僕はなんか、なんかイメージできてなかったんですよね、そこが。そう、受け身だったんですね。受け身だったそんな中、なんかふと本当にインスタライブで窪塚さん深夜に見て、もちろん窪塚さんの作品とか、すいません、今まで見てきてたんですけど、やばい、窪塚さんやっぱめちゃくちゃ面白いし話したいなと思って。お恥ずかしいですね。それでご連絡させていただいてというような経緯。もうあれでですね、仕事もいくつか失いましたしね、うん、いや、それも確かライブ中におっしゃっていて、あと41にもなってね、ガチでお袋から怒られるっていう珍しい体験もできましたんで。不惑の年を超えましたからね、もう何の迷いもないですからね。まあでもなんかこう時代がね、暗いムードだったんで、まあ、それをこう打ち壊すみたいな、そういう、まあ、大義名分のもとに今飲んでただけな。いやバッチリバッチリどんがらがっしゃんといきましたね。素晴らしい。でも僕やっぱり日本一ワインのラッパ飲みが似合うのは窪塚さんだと思いました。そうか、ワインがお好きなんだ。もうなんか飲まれてるんですよね、田中さんはね、今。私はそうですね、ウイスキーですね。さすがですね。そう、一応ね、これ振られてしまいそうです。振られてしまいそう。一応そのコップの中身はウォーターということで、うん、はい、お水です。私はウォーターと、あとはパラダイス菌っていう酵母を入れております。超いいやつですか、それ、もしかして。あ、ご存知ですか。ちょっと、いや、なんか窪塚さんといえばまさにそこの、その話もちょっと聞きたかった。そうなんですよね、そこもなんか泥酔で俺が腸活してる、なんかフレーズがね、インスタとかツイッターとかにニュースにもなってましたよね、ちょっとニュースにもね、まあ貼られてたっていうよりも晒されてたって感じなんですよ、まあ、確かに窪塚長介ですってすごい言ってた。そうですね。まあ、本気でちょっと改名も考えてるんですけど。あー、3つ目ですね、名前が。ただ、さすがにそうなんですよ。ただちょっとこう、例えばですけど、感動的な、対策の映画とかやって、最後エンドロールで長介上がってくると、こうちょっと冷めるじゃないですか。いや、わかるけど、なんか多分明朝体で流れてきたら、それもちょっと打ち砕けるかも。かっこいいです。本当の問題。そう、かっこいい。本当次第ですかね。本当次第。でもそれ、いいかもしれないですね。超。ああ、で、その真ん中に星とか入れます。またそのベタな。すいません。だったらもう、もはやさらっと長介、窪塚長介の方がいいかなと思うんですけど、ちょっとまあ、場所を選ぼうかなというか。なるほど、TPO がね。そうですね。だから YouTube、今後ちょっと始めていこうかって言ってる件が一つあるんですけど。おー、楽しみ。まあ、そこはもう窪塚長介名義でもいいかなと。なるほど。すごい。窪塚長介チャンネルみたいな。窪塚長介チャンネル、ね。ドキドキしますね、これ。夜にお酒なしでは見れないチャンネルになりそうなやつ。かなりアル中を増やしてしまいかねない。いやいや、善玉菌でしょう、増やすのは。うん。
私もさっきちょっと話してたの。いやいや、もうありがとうございます。最近ヤクルト1000を毎日飲んでまして。なるほど。腸活されてるんですか。腸活されしてますね。そうそう。うん、あれすごい熟睡できるって聞いて、久保塚さんどんな腸活なんですか。僕はですね、うん、まあ食べ物がやっぱ明日の僕を作るんで、うん、まあ根菜類とか、うん、あとまあ海藻類とか、うんうん、あとはまあヨーグルトとか、うん、でもヨーグルトも自分で無調整の豆乳に、うん、まあ浅漬けだったりとかそのパラダイス菌とかを入れて自家製の、作って。もう1週間ぐらいするとだいぶ硬いヨーグルトになるんで、うん、うん、そういうのをまあ基本的にはでもやっぱこう楽しく暮らしてるっていうのもすごく大事だと思うし、そうですね、うん、なんかこう素材から作るのってすごいいいですよね。そうですね、うんうんうん、うちの妻がベランダで家庭菜園を始めたり。へえ、いいですね。何育てになってるんですか。今ミニトマトとジャガイモがメインですね。ジャガイモも、うん、あ、じゃあ夏野菜カレーができますね、うん、夏にね。そうですね。ちなみに、うん、昨日ちょうどカレーでした。おお、うん、そんな予感がしてました、うん、私は。なるほど、エスパーね、はい、エスパーです。田中です、よろしくお願いします。はい。そうでね、この番組がね、一応タイトルとしては欲望の SNS ということでね、はい、させていただいてるので、うん、ちょっと後半で、そうなんです、後半でちょっといろいろ久保塚さん的な哲学とかもお聞きしたいんですけど、まず最初にですね、はい、SNS、さっきちょっとインスタライブの話もあったんですけれども、うん、なんかどういうふうにソーシャルオンラインとかやってるかっていうこととか伺えたらなと思ってて、はい、なんか以前ちょっとインタビューを拝見したときにですね、テレビはあんまりご覧にならないっていう記事を見たんですけど、そうですね、オンラインは。そうですよね、テレビはあんま見ないけど、結構 SNS とかツイッターはやってるんですか、インスタじゃなくても。そうですね、もう20年ぐらい前から、もうちょっと前、二十歳になるぐらいなんで、うん、まあ20年ちょっと前ぐらいとかからもうテレビはもう全然見なくなって、うん、でも上の子がちっちゃかった時とまた今と、うん、お母さんと一緒とか、うん、そういうのは一緒に見たりとかはするんですけど、うん、基本的にはもう民放はついたことないですね、この二十数年、うん、でまあドキュメンタリーとか、うん、まあ、そういうのを見たり、あとはまあそういうNetflixとか、うんうん、そういうものを見たりすること、まあテレビの前にいることはあるんですけど、うん、でなんかまあツイッターだったりとか、うん、インスタグラムだったりとか、まあ割と遅い方だったと思うんですけど始めるのは、うん、でそういうのでまあ情報集めてた時期もあったんですけど、なんかまた最近ちょっとこう、うん、離れているというか、うんうん、そこまでなんていうかツイッターにも現実の社会にも生きてますみたいな、そういう感じではないです、うん、あえてやっぱりこの自分の今ここにいる現実世界というか、うん、現実社会を、うん、まあ、大事にしたいなっていうのはすごくあるんで、うん、あくまでもその SNS も含めこうそれ以外のことっていうのはその周りにあることであって、うん、その根幹ではないという、うん、そこをなんか履き違えないにしようかなとは思ってます。確かに。でも今結構やっぱりそこのバランスがなんか世の中的には崩れてるような気がしてて、うん、そうですね、昔はまだネットが SNS が出だした頃っていうのはそのなんかパーツみたいなものだったんですけど、うん、今やアメリカの大統領でさえツイッターで好きかって言うみたいな状況になってて、そうですね、それが結局公式発言みたいになっちゃうみたいな状況になってて、うんうん、結局そのネットとか SNS のせいですごい不幸になる人とかまあでも逆もあるんですけどね、うんうんうん、スターになる人が出てきている中で、うん、なんかその、うん、僕らが思ってたよりなんかそのすごい近く中身に入ってきてたなっていうのがなんかここ最近のいろんな事件とか見てても感じるなっていう気がしますよね。そうですね、なんかこう知らぬ間にね玄関の中入ってきて、うん、そう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 、うん、なんかお茶の間で一緒に飯食ってるぐらいの距離感になってるみたいなね、うん、そうなんですよ、うん、だからそこをちゃんとこう俯瞰でというか
自分自身が SNS っていうものだったり、まあそのバーチャルだったり、なんかそういうものとの距離感を取ってないと、あのレディープレイヤー1っていう映画ご覧になりました。はいはい、この間ちょうど金曜ロードショーやってましたよね。ああ、やってました。うん、あれがちょうど今の社会とマトリックスの社会の間ぐらいの未来の話みたいな感じだと思うんですけど、やっぱりこう現実社会っていうのがないがしろになってて、おろそかになってるから、ああいう社会にこう依存しなきゃいけなくなって、まあ、もちろんその政治的なだったりお上の意向でそういうふうに僕らがこう持ってかれてるっていうのは否めないですけど、うんうん、それでもまあそこも踏まえて自分が把握して前に進んでいかないと、なんか気づいた時にはね、あの寝室で一緒に寝てるぐらいのね距離感になってきちゃうというか、SNS が、うん、やっぱちょっと違うかなと、ね、うん、マトリックスの世界観でいうと最後実は夢だったみたいな、全部がね、うん、流れてて現実じゃなかったみたいな話まで行くかもしれないですよね、このまま行くとね。で、あのね、内閣府のホームページにムーンショットっていう、うん、はい、あります、ね、すごい気になってます、うん、あのプロジェクトは。要はね、マトリックスみたいな世界を作り出すみたいな先生にも見えるじゃないですか。うんうんうん、なんかこう、どこまで本気で、どこまでね、想定してやってんだか知らないですけど、ただまあそういう方向に向かってってるんだってことを踏まえて今 SNS と付き合ったり、そうですね、まあ、うん、テレビが流れてくる情報、インターネットに散乱してる情報をどうやって取捨選択するかとか、なんかそういうのをちょっと考えてってもいいのかなっていう気はしますけど、ね、確かにそういう意味では窪塚さんのインスタライブってその中間なんですよね、多分。現実と、なんて言うんだろう、ちょっとファジーな世界観の中にいるような気もしてて、なんかあくまでもその生身っていうか、うん、まあ、役者としてもそうなんですけど、まあ、役者があんなことやんない方がいいんだけど本当は。なんていうんですかね、本当に生のその人間としてそこにいるっていう、それはタバコも吸うし、うん、酒も飲むし、うん、みたいな、なんか別に僕らはなんだろうな、一般人のお手本であるためにこの仕事をしてるわけではないと思ってるんで、うん、なんか変わってたりとか、うん、個性があるからこういう仕事をしてると思うんですね。でそれがなんかいつの間にか一般の人たちの代表みたいな、うん、なんか お手本であれみたいな、うん、なんか、みたいな、うん、風潮があって、なんかそれはすごい違和感を感じてて、うん、それはまた別の人がね、そういう手本になりたくないって言ってるわけじゃないですけど、わかります。スタイルがこうあらなきゃいけないっていうのはすごい強いなって思うんですよね。でそれがやっぱこう、うん、SNS でこうあるべき人が称えられて、そうじゃない外れた人が攻撃されるみたいなことってちょっと悲しいなと思ってて、なんか私、ね、なんかね、坂本龍馬の言葉で私すごい好きなのがあって、なんだろう、自分は自分みたいなことがあったと思うんです。世の人は、うんうん、我を何とも言わばいいやかな、我なすことは我の道を知るっていうのが私大好きで、うんうん、長崎出身なんで、うんうん、そう、そうで私すごく思ってるんですけど、うんうん、こうやっぱ自分を決めるのは自分だから、その時どう言われようが自分なんだっていうのが、多分窪塚さんの中でもすごくお強くおありなのかなと思ってるから、多分どこの場所にいても、まあ、それがなんていうのか、相対的じゃなくても自分の中で決まってるから、あまり気にもならないというか、そうですね、うん、それはすごくこう大事にしてきたというか、うん、まあ、もっと分かりやすく言うと、その幸せであるっていうことの基準を絶対自分の外に出さないようにしようっていうのをすごく決めてきたというか、うん、だから誰かに、うん、俺幸せだよねみたいな、うん、俺間違ってないよねみたいな、なんかその答えをその求めるってすごいナンセンスだと思うんですよ、うんうん、俺が幸せだって言ったら幸せなんだし、うん、そこの絶対的な基準みたいなものが、なんかこう、まあ、特にね、この国の僕らの
DNA はそうさせるのかもしれないけど、こうみんなの足並みをこう伺ってみて、あれ俺ちょっと出すぎてるかなとか、なんかもちろんいい部分もあるとは思うんですけど、でもなんかこうあまりにも自分自身の声だったりとか、自分自身をこうないがしろにしすぎてしまう、カルチャーの中に生きてるかなと思うんで、それそういうふうに思いが至るようになったのはターニングポイントとかあったんですか、それとも割と幼少期からそういうマインドがもうすでにあったりしたんですか。まあでも本当に普通の子供だったんで、サラリーマンの親父と専業主婦のお袋に育てられて、そのまま、まあ、たまたま運がよく芸能界の道が開いて、で気がついたら割と有名になってて、そして気がついたらマンションから落っこってたみたいなパターンなんでだからそこはでも大きかったかもしれないですね。ターニングポイントといえば一つ大きなターニングポイントだったと思います。その後いろんな人に会ったりとか、何かすごい本読んだりとか、どういう過ごし方されてたんですか？その後ですか？うん、いやでもね、すごい地味だったんですよ。地味に復活していってたというか、うん、あ、俺は何しても死なないんだってなんなかったんですよね、うん、無敵ですみたいな、どうも無敵の長介ですってなってたらまた楽だったと思うんですけど、うんうん、なんかこうどっかで、いや俺は自分で自殺したんじゃないんですよみたいな、俺自分で記憶が本当なくてって聞かれてもないのに、その説明したくなってしまうほどに何かをこう背負うというか、いやあの時は実はいや聞いてないけどっていうようなシチュエーションを自分で作ってしまうようなマインドだったと思うんですけど、ある時に、まあ、怪我して2年後ぐらいでしたかね、三代目魚竹浜田茂雄さんっていう詩人の方知ってますか？はい、神戸の本出したりしますね、はい、ロケットとあれ、あのとかのあれですよね、はい、そうちゃんと言えなかったですよ。東京住職店とか、はい、ピアで演奏されてたりとか、はい、なんか、はい、まあいろんな、はい、で子供の頃から結構あの人の詩が好きで、で割とブルーハーツとかそういう次元で影響を受けてきた人も一人でもあるんですけど、うん、その人とお会いすることがあったんですよ、怪我した2年後に。はいはいはい。でやべえと思って、3代目今日、俺にとった3代目って言ったらもう J ソウルじゃなくて魚竹なんだなるほどなるほど、いいっすね、うん、魚竹今日会うんだと思って、うんうん、でまあ某おもちゃ会社のオフィスで初めてお会いしたんですけど、開口一番に言われたのが、久保塚くんええー、なーって言うんですよ。へえー、はい。で何がですかって、うん、自分もずるいやんって言うんですよ、うん、で何がですかって、いや自分マンションから落っこったやろって、うんうん、あんな漫画の1ページ目やんって言うんですよ、うん、でってなって、自分が、まあ、自伝を出すときに、自伝の1ページ目の、まあ、漫画だとしたら、ね、漫画の1コマ目が空中の落ちていく自分で始まったら、その漫画絶対おもろいやろ。いやわかる、うんうんうん、で、うわーってなって、結構なんかブワーっていろんなもんが取れて、はあ、まあその憧れの人だったっていうのもありますけど、うんうん、その人に心底羨ましがられる体験俺はしたんだっていうことで、なんかほんとこう呪いが解けるじゃないですけど、うん、なんかそんなような気持ちにすらなって、そっからかなりだいぶ楽になったかもしれないですね。そうか、ちょうどマンジラインとか始めた頃ぐらいですよね。そうなんですよ、ね、はい、そうです。事故から2年。なるほどなるほど、うん、知ってていただいてありがとうございます。いやそうですか。だからそのなんかその時にある種全部を出し切ったというか、
もしかしたらネガティブなものもあったかもしれないですけど、出し切ってある種一つのもう一回線を引いてそこをスタートラインにするというか。そうですね、うん、あとはその落っこちる前に言ってたことが本当に腹に落ちてきたっていう、うん、例えば今は今しかないんだとか、うんうん、全ていいこととか、なんか一見悪いことも全ていいことなんだって意味わかんないじゃないですか。わかんなかったけど、うんうん、でも俺にとって人生で最悪とも言えるその、うん、マンションから転落して何年か動けないみたいな、その時期が自分の武器になって、今はもうちょっとネタみたいになってるところあるんですけど、うん、なんかそのなんていうかな、発想の転換っていうか、うん、起こった出来事は変えられないけど、その出来事の印象は変えられるから、うん、そうするとそれだけで今を生きてる自分はあ、プラスになるんだとかって、後付けでいろんなことが腹に落ちてくることがたくさんあって、そしたらなんかこんな酒飲むようになっちゃったっていういい落としどころ、いいのなんか、ね、冒頭のお話にもあったんですけど、まあその今のインフルエンサーとかネットもそうですし、芸能界なんかもそうですけど、変な話で人より何か優れてたり得意だから、それが評価されてこう表舞台にどんどん上げられるんだけど、なんか上がっていくと、うん、むしろ平均化されていくというか、うんうんうん、なんか要はむちゃくちゃやるのが面白かったって言って売れてきた人って、むちゃくちゃ本当にやったらなんか、うんうんうん、文春に叩かれるみたいな変な状況になっていて、でも そのなんかゲームがの受けてる最中はこれって多分みんな 僕らの会社員とかもそうなんですよ。会社の中で、うんうん、まあ、そういう風になっていくんですけど、なんかその時はまさにゲームのプレイ中みたいなもんだから距離感が取ってなくて冷静に持てないんですけど、小塚さんの場合はそのマンションっていうようなきっかけを境に、なんかその一回距離が置けたというか、まあ、レイヤー上げれたみたいな、なんかそんな感じですよね。そうですね、なんか、うん、今のしだらさんのこう言葉を借りると、はいはい、すごいなんかこう、マイルドに緩やかな下り坂っていう罠にはめられるみたいな、うん、なんか1年も経てば景色すごい変わっちゃうんだけど、うん、1日1日の差がそんなにないから、うん、その道で歩いてみるともう1年後には取り返しつかないぐらい下ってきちゃってるみたいな、うんうん、なんかそれがそのいわゆる冒頭で言ってた芸能界のなんか今の、うんうん、だからまあ別に悪く言う気はないですけど、事実としてすごくこっち矮小で、すごく硬いというか、なんかこうそういうシーンに見えるんですよ。でなんかまあね、海外を知ったような口聞けないですけど、なんとなくその海外のシーンってもうちょっとなんだろうな、人間味があって豊かな、寛容ですよね。そうですね、人間に対して、うん、なんかそこがそういう意味で、まあ、ずっと俺は冗談で、あ、窓際族なんで、窓際族なんでつって弱小の窓際族ですからとか言いながらここまで来たんだけど、まあ、ぶっちゃけそこが心地よかったし、うん、そこにいることしか自分がこの仕事続けられなかったと思うし、なんかこう絶妙なところに風穴が開いてたみたいな、開けたみたいな、うん、開けていったんでしょうね、多分その外圧とかいろんなこととかもありながら、うん、自分で気づかないうちに風穴を開けてたりとか、あとやっぱりこう、うん、いいものがいいタイミングで来るというか、そのマーティン・スコセッシ監督の作品もそうだと思いますし、だからなんかすごい窪塚さんのファンの方とかはみんな言ってるのが、このあとどうなっていくんだろうっていう、もうハリウッド行って、で音楽もやって、で多分あんまり垣根がないと思うんですよ、いろんなやりたいって思うことに、うん、そうからなんだろうな、まあ、5年後10年後とか、まあ、今をやっぱり一番全力で生きておられる方だなと思いつつ、なんかどういう風なビジョンとかあったりするんですか今後。まあ、そういう言い方で言うと、まあ、青年実業家としてとか言って何ですか、よ、むせてる、むせてます、大げさに出ちゃいましたけど
まあ、ちょっとやろうかなと思ってプロジェクトが 2,3 あって、うん、でまあとある会社から声かけてもらって一緒にこうアイテムを作ったりするみたいなことなんですけど、それをまあ本当に自分がいいと思える、うん、打ち込めるものっていうのをがこういくつか出てきたので、うん、それを形にしていきながら、でもやっぱり、うん、寝ても覚めてもというか、うん、役者が天職だと思ってますし、うん、そして大好きな音楽っていう趣味もあるんで、うん、まあ、さっき田中さんに言っていただいたけど、こう垣根を持たずに、うん、まあ、よく言うんですけど根っこが一個なんですよね、うん、ただその根っこが割と変わった根っこなんでいろんな花が咲くんですよ、うん、うん、で、それをそれぞれのなんかこう花を、まあ、綺麗に咲かせて、まあ、大きくなくてもいいんだけど、まあ、自分の好きなように咲かせられればなという感じですかね、うん、いろんな用具になりますもんね。音楽から得るものとか経営とかね。だからその関わる方とかも全然変わってくると思いますし、うんうん、私はもともとずっとアート志望でやってきたんですけど、まあ、普通に社会人になりつつ、まあ、ちょうど2年ぐらい前からこのポッドキャストチャンネルとかとバンドとか雑誌編集とかいろいろやってるんですけど、やっぱ関わる人たちが違うと面白いアウトプットが出るんです。久保塚さんの言うところの花の種類がある種ちょっと毒みたいなのもあるかもしれないけど、私はそれを大きくてかっこいいと思ってるし、似てるかもしれないですね、田中さんの生き方とね、俺は、うん、でいて多分 それぞれのことが絶対ポジティブに関係してくるんですよね、なんか。うんうん。猫が一緒ってすごい例えだなと思ったんですけど、なんかその全然仕事に関係ないと思ってた、僕もその仕事やりながら個人活動もしたりとかいろいろしてるんですけど、なんかここでつながんだとか、ここで役立ったものがこっちの養分になるんだみたいなこともあったりするんで。うんうんうん。いや、すごくやっぱ、はい。どうぞ。すみません。いやいや。もともとはなんかその何か一個、ね、例えばその役者だけやっとけよみたいな意見もあるわけじゃないですか、その、うんうんうん、古くから、はい、でもなんか仕事も含めそうじゃなくなって、そこはなんかいい意味で変わってきてるような気はしてますよね、ここ最近のなんか世の中の受け入れ方。そうですね、うん、なんか俺も始めた頃は役者は歌なんか歌うもんじゃないですよとか分かって知った風なこと言ってたんですけど、結果ねえ、誰より先に歌ってんじゃねえかっていう、しかもだいぶマニアックなとこ行ったなっていうシーンでやってますけど、うん、ただ全部の花というか全部のその仕事だったり趣味に共通すんのは、うん、発酵してるかっていう、まあ、ちょっと今俺が読んでる本が発酵道っていう本を読んでて、ちょっと発酵の話になっちゃった、うん、発酵道だ面白い。全てが発酵する方向に、うん、まあこれまた腸活の菌の話なんですけど、うん、いわゆる、うん、その菌の世界ってみんなが共存共栄のこう相互扶助なんですよ、うん、でこれにとって毒になってもこれにとって栄養になるみたいな、うん、でなんかそれがすごい今の世の中に置き換えた時に、僕自身がその SNS からちょっと今距離を置いてるのの理由もそこに実はあって、うん、その10年前の俺だったら、いや5年前の俺だったら確実にディスってるだろうなって思うようなシチュエーションだったり、うん、人、うん、だったり、まあ、政治家しかり官僚しかり、まあまあいろんな人が、うん、なんだろう、勘に触るというか、うん、それはねえだろ人としてっていうようなね、この行いをすごい僕らに対して直に迷惑をかけてくるような人たちもいるわけじゃないですか。で個人レベルで言うとこの上司がムカつくとかこいつとか、ただなんかそういう自分にとって一見マイナスなものだったりとかっていうこともその金の世界では全てが必要なんですよね。でその全てが発酵のそのエネルギーになっていくっていう、うんうん、っていう考え方ってすごくいいなと思って、めちゃくちゃいいですね、うん、そして自分自身もそういう風にしてきたなと、うんうん、なんかこう
まあもちろん毒も入ってきましたけど、うん、なんていうかな、こいつがいたから頑張れたとか、うん、なんていうか、その絶対的にこう二極性じゃないですか、うんうんうん、こっちがあるからこれがあるとか、こっちがないから頑張るとか、うんうん、なんかそういう力エネルギーを生んでいく、うん、そのそういう仕組みになってるんだなと思ったら、うん、やっぱりこう全部に感謝して、うん、今こうやってあのお話できてることにも感謝して、で今日このね午後がすごいこう楽しいいい時間になってることに感謝してって、うん、たくさんたくさん感謝すればするほど、うん、なんかすごくいい未来にどん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 広がっていく、うん、影響するんだなっていうことは本当に体感としてあるんで、なんかこうもう一層ここのこんな時代になったら余計にそっちに研ぎ澄ましていった方が面白いかなっていう意味で、こうちょっとあの SNS 離れをしてるっていうのはあるんですよ。面白い。今なんかお話聞いて2つ話したいなと思ったことが出てきて、1個があの金の世界って私もすごい最近興味持ってます。であの窪塚さんおっしゃるように優しい世界なんですよね。うん、で私最近あの年金ってご存知ですか？はい、はい、であの年金さんそうですね、お詳しいですね。であの年金を育ててるあの友人がいまして、うん、5種類ぐらいので、年金ってあの単細胞の菌ですよね。でそれであの、うん、動物と菌が分かれる前に生まれた生物っていう、かなりプリミティブなものなんですけど、うんうん、なんかね可愛いのがオートミールの粒ポッと置いたらそれだけで生きながらえるんですよ、めちゃめちゃ。うんで、うん、そうでなんか与えられるものがすごいミニマルでもどれだけでもこう自分をどんどん拡張できるっていうのが、うんうん、なんかちょっと哲学的で面白いなってすごい思ってて、うん、いいですね、菌の世界はいい、うんうん、なんかああいうすごい原始的なものだったりとか、うん、生命のなんだろう、生命体としてすごいシンプルなもののから学べる、こう俺らまあ複雑ってほど複雑じゃないかもしれないけど、うん、まあでもここまで進化してこういう風になんかガジェット使ったりとかするような生命体になった俺らが学べることってやっぱたくさんあると思うし、なんか結局今ある成人病だったりとか、うん、アレルギーとか、うん、まあうつ病とか花粉症とか、まあいわゆる現代病は結局腸からなんですよ、はいはいはい、で腸が元気だったらそういうものにはまあこう煩わないですね、うんうんうん、で腸の中の菌が自分の性格も決めてるんで、明るいものの見方をする人は明るいものの見方をさせる菌がいるんです。それ怖いですね。ヤクルトに私はだいぶやられてるかもしれない。いや助けられてんじゃないですか。あ、助けられてる、うん、でもそう思うと、うん、そうそう、その要は運命も腸なんですよ、うん、なるほど。で 10% ヒューマンっていう言葉があって、 10% だけが僕らの体で、あ、僕ら自身だって、うん、反応なんて考えたりするところ、うん、構成要素、構成要素で、なんか 90% はその一つに対して9乗ってくる菌だ、うん、だから 90% は菌なんだっていうその論説みたいなのがあって、でその人の本をこの間読んでて、まあいろいろ目から鱗の事実がたくさんあったんですけど、だ結果まあその思ったのは、あ、菌なんだなと。で腸と脳の相関作用っていうのがあって、第二の脳って言われてるんですよ、腸の菌が、うん、で形が似てるじゃないですか、脳みその形と小腸の乳突起ありますもんね、うん、でぐじゅぐじゅぐじゅっと、うんうん、で第二の脳って言われてて、で俺らのまあね、祖先たちはまあそれをもうことわざとかに落とし込んでて、言葉に落とし込んでて、腹を割って話すとか、うん、腹に落ちるとか、うん、腹が黒いとか、うん、まああの腹って要はまあ腸のことなのかなと、
で、まあ、ね、3連っていう人もいるとは思うけど。すごいゾワッとしました。なるほどな、うん、第二の脳、うん。うん。だからみんなで聴覚したらすごいあっという間にいい世の中なんじゃないかなっていう。すごい。もうそれ、歌作らないとダメですね。長介出番ですね。長介で、長介の出番。で、あの、小野陽子さんとジョン・ネロンみたいに、うん、それで世界を幸せにすると。蝶の帽子をかぶって。蝶の帽子いや、いけるんじゃないですかね。もうどんなかっこよくなる気がするな。じゃあ、ターバンっぽく。ターバンっぽく。でもまさにすごいあのミクロとマクロの話になっちゃうんですけど、うん、腸の平穏は守れると思うんですよ。一人一人の単位でね、うん、そうやって何かを摂取するっていう意味で、はいはい、もうさっきなんか久保塚さんもおっしゃってましたけど、今年ってものすごいいろんな大事件が世界規模で起きてるじゃないですか、うん、で、ある種あの例えば久保塚さんが飛んじゃった時のような衝撃的なことが多分いろんなところでいろんな民族とか個体単位ですごい起きてるなと思ってて、なんかこう、そう、ゆきさわさんともその話してたんですけど、こう第三次世界大戦だって話をされていて、やっぱりもう戦争っていう、こう火で起きるわけじゃないけれど、まあ、物理的になんかコロナが引き金になっていろんなところでこう自粛で仕事をなくしたりとか、でもう一回なんか自分を内省しなきゃいけなかったり、その余裕もなかったり、生きるか死ぬかみたいなことに向き合うっていう時間ができているのをどういうふうに個人個人が考えるかっていうのがすごい大事な時期だなと思ってるんですね、今年。なんか個人的にはあのものすごく愛について考えてて、本当に。であの愛についてエイリヒ・フロムでしたっけね、なんか私その本がすごい好きなんですけど、やっぱ普通に生きてたら SNS とかに生きてたらあまり考えないから、私もちょっとお休みしたりした時期があって、それでよりこう家族とか大好きな友人とかに向き合えるようになったなと思ったんですけど、久保塚さんはどういうふうな、なんていうのかな、哲学を持ってって言ったら難しいけど、愛をどう捉えてるかっていうこともすごい聞きたいなって。うん、やっぱアメもムチも愛だと思うんですよ、うん、なんでいいことも悪いことも愛だから、そのもう究極の ものだと思うんですね。でそれを愛と思えるかどうかっていう自分の問題であって、うん、もう要は全部愛なんだと思うんです、うん、これは愛でこれは愛じゃなくてっていうことじゃなくて、愛の方からしたら、うん、もう全部愛なんだけど、それを俺らが個人的にこれは愛でこれは愛じゃないとか言ってるだけだと思うんですよ、うん、でも究極は全部愛だと思うんで、そこにどれだけ近づけるかってことだと思うんですよ。例えば戦争が起きた、うんうん、例えば災害が起きている、例えばコロナ、まあプランデミックですけど、パンデミックが起きてる、まあ、仕組まれたものだとしてもっていう、一見未曾有のなんかこう大変なことのようなことすらも、あ、これは天がくれたギフトなんだって、これはインビテーションであって、これを乗り越えたらもっといい時代になる、もっといい自分になれるんだって思えるかどうかだと思うんで、それは個人的なことから世界的なことまで、そこのなんかこうメンタルを鍛えられるっていう意味では、なんかすごい時代にいると思うし、うん、そのチャンスをでもいっぱい与えられてると思うんですよ。そうですよね、うん、だって戦争だって何かを守るための愛ですもんね、うん、誰かを攻撃するのはね、うん、でウイルスだってその人類の体のか、その生物学的に言えば何かを抑えるために今出てるのかもしれないし、うん、だから確かに捉え方な気がするな。で、特にこのコロナの状況って、ちょっと例えがすごくいろいろ失礼かもしれないですけど、ある意味みんな屋上から飛ぶような価値転換が多くの人に起こってるようなタイミングのような気もするんです。要は会社に今まで10年、20年通ってたのに、2ヶ月間家で仕事するとか、うんうん、それで、まあ、場合によってもちろん悲しいこともいろいろありますけれども、なんかそれってもうなんかガーッと勢いのように変えられることじゃないですか。うん、うん、
そうですね。ここがなんかの折り返し地点というか、分岐点というか、なるような気がしますよね、うん、今年っていうのが。うん、そうですね。で、なんかすげえ時代に生きてんなと思うけど、よく考えたら明治維新の食らってるね、うん、人たちからしたら、いや、そんなに変わってないでしょ、みたいな、まあ意見もあるかもしれないです。うん、縄文人がね、占領されたやつらが稲植えてたみたいな、うん、動物食わないのみたいな、それ何みたいな、その違いからするとそんなに大した違いはないかもしれないけど、うん、でもやっぱりこの時代、今を生きてる僕らはやっぱり今が一番、うん、今までの歴史の中で一番大変革があるって思う、生き物だと思うんで、うんで、それはそれでいいと思うし、ただそれをいい方に、より良い明日、より良い今にどうやったらつながるかっていうのを一人一人が、なんだろう、変えていく、変える必要がある人は変えるチャンスだと思うんです。で、それぞれがやっぱ適材適所でいろんな個性があって、とにかく根幹のスイッチが、例えば北が向いてるの良くなかったら南にするみたいな根幹の、要は全部いいことって捉えようってすることができたら、あとはそれぞれの個性がその世界をその方向で良くすると思うんです。うん、じゃあ水はどうしようとか、じゃあね、野菜は全部有機の方がいいからどうしようとかは、それぞれがやると思うんです。得意な人たち。だけど根幹のまずポジティブに世界を捉えよう、すべては愛だって捉えようっていう一番根本のギアチェンジというか、スイッチのチェンジをができるかどうかっていうところですごい変わってくるような気がします。そうです、うん、ギアチェンジができない人もすごい多いと思ってて、多分、うん、久保塚さんとかしだらさんとか田中とかは比較的できやすいタイプなのかもわかんないですよ。やっぱマスコミとか表現に関する仕事に関わってる人って、うん、いろんな表現の仕方がありだなっていうのを許容されてる部分も多いと思うんですけど、うんうん、例えばそれこそ、まあ、しっかりと朝から夕方まで勤務してきた人っていうところがいきなりこれを突きつけられた時にやっぱり耐えられない、なんかレジリエンスって言い方があると思うんですけど、体制とか弾力っていうところがなかなか追いつかない人とかもいるのかなって思うんですけど、うん、そういう人ってどういう捉え方をすると落ちてくるんですかね。そういう、多分そう捉えられるとすごいみんな幸せになれると思うんです。そうですね。でももうその人しか触れないとこのスイッチだから、うんうん、まあ、最近俺結構ツイッターとかでもマジになって喧嘩とかしながら、それでもこいつらを分からせたいというか、うん、すごいもっとうがった言い方するとこいつらを救いたいみたいな感覚を持ってた時期もあったんですけど、うんうんうん、なんか最近はまあもういっかなと思って、うん、その人の問題だから、うん、じゃあ来世で頑張ってねみたいな、うんうん、なんかそういう諦めって言った諦めなんですけど、そこまでなんていうのかな、自分のなんていうかな気持ちを乱してまで手を差し伸べてあげるほど俺は優しくなくていいかなとも思うし、このご時世でこれだけメディアがテレビから嘘が垂れ流れてきて、テレビが言ってるから嘘、テレビで言ってないから本当みたいなジャッジメントすらできるようなタイミングになって、まだなおテレビからの情報でしか情報を集めてないとか、 それはもうもはやしょうがない、そういう運命です。だからそういう人たちと俺は議論する気もさらさらないし、うん、そういう体力も時間も、ね、もったいない。もったいないですね、うん。だったらもっと楽しい建設的な話ができる人たちといたいし。確かに。あとはやっぱそういう作品を通じて何かそういう人たちのスイッチになればいいなっていう部分も。そうですね、うん。ただその代わり腹を立てないっていう、その人たちに対して。うん、それはもう金の話じゃないけど、あ、こういう金もいるんだから、それで一つなんだから、うん、そこに対してなんか負のエネルギーみたいのすら持たずに、より自分が楽しいこと建設的なことをやって表現することによってなんか意欲変わって
くれたらいいなとは思うけど、うんうん、その人たちのところまで行ってピンポンって玄関を押して、あのねちょっと話聞いてよっていうほどの心づもりはない、うんうん、そういう窪塚さんが、なんか私は結構本とかそれこそ映画がすごい大好きなんですけど、一番こう見て影響を受けたりするものって何かあったりするんですか？音楽もしっかりなんですけど。そうっすね、でもその時、うん、その時でちょっと違ったりはするけど、うん、でもやっぱり映画、音楽、本っていうのはすごく自分の、考え方を変えてきてくれたし、うん、確かめさせてくれた、うん、確かめさせてというか、うん、信じる力をくれた、うん、ただ確かめるのは外の世界でしか確かめられないから、じゃあね、全てが愛で全てに感謝してたらいいことがある、なるほど俺もそんな気がするまでは机上の空論じゃないですか、うんうん、でもこれをいざじゃあ本当にそうかどうかを確かめる術がこの目の前に広がってる。そうですね、うん、あとはそこでガチで気合い入れてそれをやれるかどうか。確かになぁ、もう窪塚さんのお話聞いてたら、アドラーの本を見てるような気持ちになりますね。何の本ですか？アドラー。私はアドラー、ぜひ読んでいただきたいんですけど、最近結構売れてる嫌われる勇気っていう、そうそう。金学者なんだけどね、哲学っぽいことも書いてて。哲学の本ですね。で、まさに窪塚さんが今言ってくださってたようなことが書かれてますね。もうすごい昔の。距離感と。で、要は人のせいとか何かのせいで不幸になる人はいないみたいな話なんですよ、ね、そう、うん、あと行動こそがやっぱりその本人を変えるっていう風な話とかすごく共感しますね。そうですよね、口では何とでも言えますもんねそうそうそう、ちなみにその感化された映画とかをよかったら私も見てみたいなと思うんですけど、どういうもの？なるほど、最近だ、いっぱいあるんですけど、うん、欲望の SNS